この間ですね、電車に乗ってて3人掛けので座ってるところの前に立ってたのね。でぼーっと見てたら、左のおじいちゃんがモコモコのノースフェイスの、ここマークついたおじいちゃんのなんか着てて、あ、おしゃれだなみたいな思って、あとぼーっとしてたら、おじいちゃん、おばあちゃん、おじさんだったのね。でおじさんが立って次またおじいちゃんが、違うおじいちゃんが座ったのね。そしたらまた同じモコモコのノースフェイスだったの。あ、すごいなと思って、でもまあ真ん中は無理かなとか思って、行ってさあ俺が降りる駅に着きそうだったから降りようかなと思って、で3人揃いませんでした、ビンゴになりませんでした、残念って思ってパッて横見たら、隣のおじさんがのモコモコのノースフェイスおじさんたち惜しい惜しい、もうちょっと待ってたらここでビンゴになってたもん、ビンゴなんて消えないピョン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 って消えちゃうかもしれない。流行ってんのかねっていうくだらない話でした。はい、あ、であれだ、アルバムの曲紹介の続きが、続きも何もまだ2曲しか喋ってない、長いぞこれ次ではいいじゃん、いいじゃん、はい、これ及川さん作、はい、今回の3曲作るに、このベストアルバム作るにあたって、その前からずっと曲いっぱい作ってたでしょ、でも俺の中ではもうアルバムの曲を作ってたんですよ、オリジナルアルバムね。だからまあ10曲20曲作っちゃってもいいや、でもある程度こうコマが揃ってきたら、例えば8ビートで走る曲ってもうできちゃったら、次別に作らなくてもいいかなっていうのがあって、ちょっと外した感じのやつを作りたいなと思って、もろラップで作ってみた、もろラップで生演奏、で持ってったら、でも我々がやるとああいう風になる。鈴木さんの歌詞が乗るとああいう風になる。元は全然ちゃんとキャッチになるんだよね。全然。でも持ってきた時にさ、ジャムセッションしたじゃん。でなんか結構盛り上がったのを覚えてるんだけど、その時もラップして自分だったね。それね、ファンだ、ファンだ、ファンだ。でここでファンだで一緒ねみたいな感じで。そういわゆるラップのやり方でしょ、ヒップホップ。なるほどね。いや全然私パンクだと思って受け止めてた。ああ、でもそっちじゃない、クラッシュじゃない。ダッ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 。でなんかあの派手な曲あんじゃん。ロックザカスパ。それ。違う違う。俺はだから、なあじゃん、なあねえ、なあなあ、みたいな。完全にラップで作ってったんだけど、まあ、鈴木さんの詩が乗るとこうキャッチにちゃんとできるっていう感じ。なんだなんだ。謎って言ってたよね。謎。ああ、仮タイトルが。謎。なんか謎な曲だからね。そうだ。違う。謎だった。いや本人が謎じゃない、謎じゃない、ちょっとルードがの変化が俺らにしてはあんまりやらない感じだったから、多分みんな頭が分かんないみたいな感じで謎って言ってた。どこで頭取ってんの、一番最初に入った時ね、山田さんの入ったところも及川くんの予定と違うし、俺も入ってたところも予定と違うところだったよね。謎だったよね。謎だから、そうだ、謎だ。これあのうーってブリッジで入ったでしょ、あれ入ってすごいまた富裕感なんだよね。 あれゆきさんだよね。まあ、あれ大体忘れてる。全ての話が新鮮。あれは別に頭なかった、なかったな。みんなであれにしてる時にできたっていうのが。続きましてよろしいですか。次の曲、ここまでが新曲です。新曲3曲、ね、はい、で次からは、時系列で、古い順に収録されています。で、カモンですね。カモンですね。グッドモーニングファンクラバーズっていうアルバムに。記念すべき。ノーザンブラッサム。1枚目の。1曲目。アルバム、そう、1曲目ですね。すごく長くライブでやってるね。再録だね、それで。再録だね。まあ、山田がいる今の状態で、まあ撮ろうっていうので、まあ、再録して、アレンジが全く変わってない。ほ、変わってないね。ね、変わってないね。これはね、まあ、その後に入ってる再録の曲もほぼほぼそうなんだけど、これちょっと誇らしくないですか？誇らしい。曲を作った時にもう正解を叩き出してるっていうのは、
なんかね誇らしいですよね。で今の演奏で、うん、あのビートを走らせてるっていう感じがすごく強く出てる。そうですね、あのそれぞれ の, あの表現力があの増したことでよりアレンジが効くようになったっていうのを感じたし、うん、あとやっぱりその今もライブでやってるっていうところで曲が成長してるっていうか、うん、あの曲も育ててもらったし我々も育ててもらってるんだなっていう感じがしたのがすごいいい経験だったかなっていう、うん、私正直再録ってなんだろうっていうか、うん、再録で前よりいいの出すのって相当だよ。へえ、うん、いやてか違うの、私はそもそも再録ってする意味はみたいなのがさ、うん、正直あるっていうか、ごめんね山田にどう答えられた謝ると余計辛いんだけど辛いとか言われると余計辛い辛みをこう辛みを持ってねえが辛んでほしいのかな辛んでね辛んでね辛みってなんだろう、山田がいたとかいないとかしたいわけじゃないって。そう、まあでも、うん、あのいい経験だったな。再録っていうのは、まあ、あのとても意味があることなんだなっていうふうにね、うん、思いましたね。はい、うん、いい演奏です。そうですね、うん、本当によくできた、うん、で続きまして、はい、ファスト、これもグッドモーニングファンクラブが入ってる、うん、早い曲、早い曲これはさ並びでそうね、この並びはこの並びはもういい、ね、カモンファストっていう並びで、ね、でダツツダツツダツ、あそうかそうか、あの元々のアルバムもその順番だよ。そう1、2曲でそれじゃあもうつながりみたいな、うん、じゃあその2曲であのアルバムはもう終わってた終了している、長だね、長じゃないですかね、はい、うん、いいつながりだなと思う、うん、すごく北海道を感じさせる曲だよね。そうですね、うん、ファストっていう曲は曲のタイトルがその仮タイトルで岡くんが曲持ってきた時もつけてて、多分早い曲だからつけたんだろうけど、うんうん、ああそうなんだ、そうそうそう、なんだけど、まあ、それをそのままタイトルにして、そうサブロック戦を爆走してる、ダッシュしてる本当っていういあのイメージで歌詞を書いた。そうなんだ、そう、すすきのね、キーワード出してたもんね。すすきのじゃねえか、すすきのの駅前通り、あ、サブロックじゃない、駅前通りだ、駅前通りをあの酔っ払ってダッシュしてるっていう、うんうん、柳川くんが友達が、うん、っていうテーマの曲が、うん、なるほどね。そうあとあの、まあ、見てる人は分かると思うんだけど、ポンヌフの恋人っていう映画があって、あれもあの主人公の男の子が橋を猛ダッシュするんだよね、踊りながら。それのイメージもちょっと重なって、懐かしい、そう懐かしいよね懐かしい、うん、そうで書けました。うん、これちなみにパッパラパッ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 ファスト、最後ファストでしょ、うん、これファストじゃなかったのね。そうなの、覚えてない。パッパラパッ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 ファって言って終わってたの。レコーディングの時にマスコさんが来てくれて、うんうん、ファストって曲なら最後ファストだろって言って、ファッパランパッパッパッパファストって覚えてる、すごい忘れてた恩知らずでもファッパランファッパって言ってんのにどうしてファストってならなかったんだろうね。ね、こうなってたんだろうねそうだね、面白い、恩知らずでしたはい、次の曲に行ってみよう、うん、で、なんだっけ、ドリーマー、ドリーマー、そうか、これもあのこれはあれだ、ハローパンクラバーさん、おはようからこんにちはに変わって、うん、これはここ最近この数年のライブでまた復活し、すごいやってるね、うん、なんか今のテーマとは合ってるっていうかね、うん、リンクするところがすごく多くなって、結構あいくつ、まあ、10年ぐらい前か、そうだね、うん、あいいこと書いてんなと思ったんだよな、若気の至りで泣いてるわけじゃないやってさそうだと思うもんね、歌っててそうだそうだそうだそうっていう感じハローに入ってるけど、うん、
グッドモーニングのレコーディングで撮ったんで ね、うん、全く覚えてない。そうそうそう、1曲そうだ。でこれはもう次のアルバムにしよう、入れよう。よく覚えてるね。山田退屈退屈大丈夫新鮮新鮮俺視聴者側でそこあれ差し入れ持ってこなかったっけ、レコーディング覚えてない。俺は結構言ってたんだけどね、結構言ってたんだけど、ね、なんだ差し入れなんかしたことねえわ、人のライブ。俺いつも煮干し買って持ってる。あの差し入れこれ噛んでりゃ美味しいよって、まあ、イライラしないよ、うん、カルシウム、あれ嬉しかったな。すいませんね、その説は持っていかないで。そうだそうだそうだ、よくお互いのレコーディング見たんでね。あ、そうそう、あの同じスタジオだったね。あそこだったんだ、うん、フライハイト、フライハイト、これ A メロのさ、階段がすごく素晴らしいよね。ダララララ、メロディーのダララララララ半音でちょっと変わってるでしょ。ゆきさんが持ってきた、ゆきさんが作ってきた。アコギでさ、こうコードで弾くとさ、すごいいい曲だ。うん、普通にやってみよう。ロックバンドでやるとあんまり良くないって。じゃなくて、じゃなくてアコギでやったらあのいい曲に聞こえないけど、違う違う、なんつうの、良さ、うん、しみじみには聞こえないけど、うん、アコギでやるとすごいいいメロディーだ。へー、アコギでやったの。あ、やってたよね、試してたよね。もう何も分かんないよ、もう話がんないよ、個人個人の思い出だけが残ってさ、ね、全然全然個人個人の思い出だけ渋滞してるんだ、みんなが。すり合わせだね、じゃあこの回は。そうだね、すり合わせよ、4人のすり合わせ。だってちょっとすり合わせてから話す。いや、いいんじゃない、すり合わないから。あ、そうだね、多分そうなんだ。もう書いたこととか全く覚えてないよ。ゆきさんは結構覚えてない派なんで、本当に覚えてない。だからこの曲よく作ったねって思って、こうクレジット見ると、あ、私だとかさ、うん、だから多分及川くんの書く曲は及川くんの書く書いた曲だっていうのがすごい分かりやすいんだけど、うん、私のってあんまりそういうのがないから、うん、だからどっちだろうっていうか、うん、そうそうなんだよね、へーっていう感じ。、うん、このぐらいにしといてやろうか。そうだね、今日はこのぐらいにしといてやろう。我々の記憶もすいませんでした。一回すり合わせるから待ってろ。待ってろ。はい、ということで、個人個人の思い出が渋滞しているブッシュリアクションですが、本日熊本でライブでございます。はい、巨トーンが、そう、本日熊本でライブでございます。おい、この間の仙台も予告ホームランだ。で、だから今日も予告のホームランだ、熊本を狙おう。シドロモドロ。予告だ、予告だ。よし。で、今日は熊本、うん、明日はうどん、うん、で、その後は八橋みたいな感じで、京都ね、熊本、高松、さぬきロック、うん、コロシアムですね。うん、で、うどんをつるっと食べて、ブーン出して、京都でライブ、そして八橋をつるっと食べて。八橋そんなんでしょ。そんなんでもでしょ。俺しか食わないの、八橋から。好きじゃねえんだ。いや、車に俺買ってきて置くんだけど、誰でも食わない。俺結局俺一人で食ってるっていう。つるんつるんと食べる。つるんと俺が食べる予定ですので、皆さんも一緒につるっとやりましょう。嘘つきだ。はい、ではまた次回。